柑橘系の巻レモンちゃん、今日は何をするんでしょうか。貝殻拾い。そしてここはどこでしょうか。九十九里浜、千葉県九十九里浜でございます。もう拾っちゃってる。日本一長い、そう、これすごいですよ。ジュワーン、ずーっとビーチー。こっちもずーっとビーチー。あそこで釣りをされてる方がたくさんいらっしゃいますね。ほらもうすでに取っております。はい、ここなんかベタついてる。これは千葉県名産ハマグリの殻ですね。はい、ハマグリの、生きてるハマグリはちょっとね、ここで取ったらダメなんですけども。はい、そう、いろんな綺麗な貝殻見つけてください。そしたら、はい、はい、ママもやってきましたね。はい、今日はみちこ様ですね。はい、はい、今日はね、柑橘系の巻でレモンちゃんが貝殻拾いしておりまして、あ、はい、ママも一緒に貝殻拾い早速してますやん。ハマグリがすごいですね、やっぱり。あ、なんかあそこにちょっとしましまの、しましまのいる、しましまの貝、これ、あ、レモンちゃん取ってる、それ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 、これも、これ綺麗、これ綺麗。なになになに、中身入ってる？あ、閉じてる貝、これ。ダメよ、撃っちゃダメよ。うん、まあね。ちょっともう少し波打ち際いかないですか？ここね、九十九里の海はサーファーがね、すごいメッカですから、やっぱり波がね、すごい高い、豪快な波でございます。これはすごいわ。え、なに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 、うお、大量。でかー、でかー。うわー、しかもこれ削れてこの大きさやから、うわ、相当でかいですね。はい、それではママ、もう少しギリギリで出てくる波の凄さをちょっと体感しましょうよ。うわ、すごい波。これレモンちゃん危ないな、持っていかれますよこれ波。よし、タカちゃん限界まで挑みます。きれいきれい、ここまで来ます。うわーうわー、すごい。うわ、くる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 、来た、波が来た、来た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 、うわー、すごい。ここ細かいのいっぱいありますね。すごい量の貝殻、これすごいわ。いやー、これすごい。それではお二人、お二人、あの綺麗な貝とでっかい貝、二種類対決しましょう。はい、綺麗な貝と大きな貝ね。さあ、それでは用意スタート。はい、いいですね、すごい自然最高。レモンちゃん何してるんだ、何してるんだ。あ、貝殻洗ってんの。はい、お二人さん、綺麗な貝殻、大きな貝殻見つかりましたか。見つかりました。おーっと、そしたらまず綺麗な貝殻から。はい、レモンちゃん、レモン、あ、せーの、せーの、せーの、じゃーん。なんやこれ、レモンちゃんのカタツムリみたいな巻き貝。お、これ綺麗やね。これ、みちこ様の、これ何これ、化石ちゃう、これ桜の、なんか古代の桜が。自然の力ってすごいね。結構自然の力か、これ。こんな模様まで。模様、これなんか茶碗、茶碗ちゃう、誰かの。九十九里の漁師の、漁師飯食べたのの茶碗が削れたとかちゃう。こんな綺麗な貝殻ある、これ。自然界のもんじゃないかな。うん、わからん。でも綺麗な自然界の模様で、そういう風に言われると思って今用意しております。さすが。あ、ちょっとブルーのライン入ってますやん。うん、かわいい、かわいい、かわいい。あれやね、ハマグリが削れて、さらにちょっとアーティスティックな感じになりましたね。じゃあどっち。いやー、これはね、優勝はやっぱりこのレモンちゃんの巻き貝。これちょっと、まあ、ね、ほとんどがハマグリばっかりだったでしょ。その中でこれよく見つけましたね。はい、レモンちゃんの勝ち。続いてデカさ対決いきましょう。せ、どうぞ。じゃーん、でかい、でかい。蝶々みたいな。蝶々、あ、これは珍しいね。貝殻2枚貝やと割れてて、型1枚になってるのが多いんですけども、レモンちゃん2個つながった見つけたんですね。これ
もうこれ飲んだらこれはもう2つ合わせて起きたりしましょうか。うん。そしてヒューガさん、じゃあ今日はみちこさん、みちこさんはすごいな、これ大きさ1枚でいくと、うん、どっちが1枚でいくとみちこ様へのいけど2枚合わせて、うん、レモンちゃんの勝ちにしますか。リボンみたい。はい、レモンちゃんの勝ち。タカちゃん見つけたハマグリの貝殻、ディーディンディドーデッテレー、タカちゃん逆転勝利。あ、綺麗だもん。もう見ます、タカちゃんのが探して綺麗だもんね。それでは綺麗さ対決、優勝はレモンちゃんだったですが、タカちゃんも勝負に挑みます。どうだこのテカ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 貝、どう続いてドーン、このなんかちょっと一つやって、はい、続いてこのドーン、真っ黒なこの黒光りドーン、そしてドーン、なんか茶色の不思議なハマグリ、どん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 、綺麗さ、タカちゃん逆転優勝。一つ選んで、一つこのちょっとこの、あ、ツルツル感ね、これでいこうかな、これで、はい、これはもう個人の好みによりますね。はい、これはもう判定不能なので3人とも優勝でーす。やっぱり優勝みたいな、自然の、あ、レモンちゃん、ごめん、レモンちゃん優勝、レモンちゃんが優勝です。あ、ちゃんと正式にちゃんと判定してほしいの。はい、優勝はタカちゃーん。もう一回、はい、正式にドン、優勝はティッティリー、巻き貝を取ったレモンちゃんでーす。おめでとう。どうですか、優勝した感想は。納得いっておりません。サラブライダーみたいな。あー、ほんまや。あれ、なんやろ、ウィンドウサーフィンってとかな、なんかすごい。おー、すごいな。あんなもやってみたいですね。あれ、人が乗ってるんですよね。はい、シーグラスね、結構探したんですけども、残念ながら見つかりませんでしたが、シーグラスよりも素敵なガールズ2人の笑顔、シトラスフレッシュでお別れしましょう。山田ちゃんいないですけども、2人で、ゆうがさんではないですけど、みちこさんですけども、行きますね。はい、九十九里浜の夕暮れでシトラース、また会いましょう、さようなら、バーイ。かっこいい。最後は私実家帰る言うてたな、子供産んで必要なんだな、病気して入院して手術して元気に戻ってきてくれた時は嬉しかったけど、君はますます強なったな。虹色動画とは、雑草男タカちゃんが親子の力を借り一致団結して大好きな7色に本気で挑戦することによって見事虹色草になるまでのアクセクトの日々をお届けしております。音楽、陸上、介護予防、運動神経向上、筋トレ、自然、そしてダウン、リズミカルガス、みんなで楽しみましょう。はい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 、雨上がり、せーの、虹色。